バトソンクリック型塩基体との比較。フーグスティーン配置は、プリン塩基の C8C1 炭素でのグリコシド、結合回転と塩基、フリッピングによる。フーグスティーン型塩基体は、塩基体のパターンの一つである。二つの拡散塩基が、趣味ゾに面した二本の水素結合によって結合する。ピリミジン塩基の N3 位から供与された水素の需要体が、 ワトソンクリック型塩基体では、プリン塩基の N1 位だが、このタイプの塩基体では、N7 位となっている。ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが、DNA の二重螺旋モデルを提唱してから10年後、カースとフーガスチンは AT 塩基体アナログの結晶構造が、ワトソンクリックのものと異なることを報告した。これは、GC 塩基体でも確認され、フーグスティーンはこの塩基体が、 DNA に存在していた場合、二重螺旋の形状は全く異なるものになることを指摘した。だが、この塩基体が天然に見つかることは稀である。通常のワトソンクリック型塩基体とはかなり異なる。二つのグリコシド結合間の角度は AT 体で80度となり、ワトソンクリック型より大きい。一方、C1C1 魔の距離は8.6で小さい。 ピリミジン塩基が180度回転した逆、フーグスティーン型塩基体も存在する。特に CA、TA 配列において、フーグスティーン型とワトソンクリック型塩基体の熱平行が見られる。繊維の観測には NMR が用いられたが、これは巨大分子に NMR を適用した数少ない事例である。フーグスティーン型塩基体は DNA、 タンパク質複合体の中に見出される。フーグスティーン型、ワトソンクリック型のどちらかしか認識できないタンパク質もあるため、分子間相互作用によって片方が安定化された結果だと考えられる。DNA と配列特異的に相互作用するタンパクは数多く、これはアミノ酸即差と塩基との相互作用によると考えられていた。だが、 核酸とアミノ酸の1対1相互作用は発見されなかった。その後、塩基配列により DNA に歪みが生じることが明らかになり DNA の歪みを認識することで塩基配列を認識するタンパク質が明らかになってきた。例えば A または T 塩基の連続により含み溝の幅が狭まり不電下が集中することで タンパク質のアルギニン残機により認識されるようになる。DNA 三重差の塩基構造、ワトソンクリック塩基体にもう一つの塩基体が、フーグスティーンハイザで結合することで、DNA は、見えさ構造、ニポリニポリを取ることができる。これは、トゥルナの三次構造でも見られる。また、このような三重構造を表記する場合、ワトソンクリック塩基体は、 ニーポリなどと表されるのに対し、フーグスティーン・ハイザの塩基は、などで表される。グアニンに富んだ DNA ・ RNA は、グアニン・良い鎖と呼ばれる構造をとることがある。これには、短いスペース配列を挟んだ4つの、グアニントリプレットが必要で、4つの G 塩基が、平面上に並んで、フーグスティーン結合する。ありがとうございます。